ください。そうですね、いつもタイムキーピングしている私ではありますが、今日ばかりはバカなことばっかりする尺取りじじいたちにたくさんバカなことをやらして、この時間が永遠に終わらなければいいなって思ったりもしますよね、人間だから、うん、ずっと僕はこの作品に、うん、この最後のステージに立つことを諦めていました。出れないことが分かっていました。でも J 同様、僕にも奇跡があって、与えられた時間は、みんなで合わせられる時間は一日しかありませんでした。こんなこと言うことじゃないんでしょうけど、さっきロシアさんがバラしちゃったので自分でちゃんと言います断ろうとも思いました。だってね、どれだけ迷惑をかけることが分かってるからです。人が一人いないだけで分からない景色があるんです。一日稽古をしないだけで分からないことだらけなんです。僕は天才ではないし、すごく不器用だし、すごくネガティブだし、人の意見が気になるし、だけどここにいるみんなは、スタッフさんは、僕を、日本を、皆さんもです、必要としてくれました。ケンスケさんだったら大丈夫、ウエちゃんだったら大丈夫、どうせやってくれるでしょうって言われます。誰だと思ってるんですか、上田圭介ですって、いつだって返したいんです。でもそれを許してくれる、甘えていい場所ってそんなにないんです。だから僕はここがすごく居心地が良かったのかもしれません。だから少しだけお尻を向けさせていただきますね。ガク、ありがとう。あなたの存在が僕はしっかりしていなきゃいけないなと思わせてくれました。いい意味でね。ローちゃん、歌が上手くなってねって褒めてくれてありがとう。いやいや、オッキー、いつも僕に一番丁寧な敬語で人を明るくしてくれて、誰よりもこの作品のことを思っていつも間違った発言をしてだからあなたがロシアに選ばれたんです。ありがとう。大ちゃん、初めて言います、分かってたかもしれません、俺はあなたのことが最初大嫌いでした役者って分かるんです、舞台上に立ちたくない人間がなんで立ってるのかでも何かをすごく抱えて、自分がなりたいものを探してて、それが痛いほど分かってて、俺にはだからこの場所で居場所を見つけて、あなたが変わってくれて本当に良かったなって思いました。ありがとう。ゆうすけ、大変だったっしょ。一人だけ二代目、名前かぶってるし。なんかそうだな。陽一郎との思い出もたくさんあるんだけど、
ユウスケのドイツが俺はすごく好きでした。お前はあとだ。リュウコくん、頭が上がりません。なぜですか。俺にはできない生き方をしてらっしゃいます。はい、だけど誰かのためで、それはいつもみんなのためで、優しくってだからあなたは何があっても人前に立ってるんだなって思いました。本当にいつも笑顔と元気と俺を頼ってくれてありがとう。ジュリさん、11年ほど経ちましたね。出会ってから年取りましたね。ええ、まあ。僕は自分の成長を多分この中では一番あなたにずっと見ててほしくて、見ててくれてて、この作品でこんなに愛せる作品でまたご一緒できてよかったです。ありがとうございました。泣きすぎやろ。俺がいなきゃ何にもできなかったね。でも俺はお前がいなきゃ日本になれなかった。短めに伝わってるよね。ありがとう。楽しかった？楽しかったです。おかえり。あんたのピュアさがすごく好きです。ありがとう。若いくせに出会った頃は肩肘張ってんな、自分に似てんな、あんま好きじゃねえなって思ってました。自分に信念があってやりたいことのできなさに、自分のスキルのなさにもどかしかったり、演出家に言われることに腹を立てて、でも自分にできないって分かってるからこそ悔しくて、そんな姿をそばで見て成長して悩んで立ち止まってっていう瞬間をずっとずっとずっと見てました。このライブで思いました。やっぱりヘタリアの主人公はあなたなんですねって。お疲れ様でした。すいません、長くなって申し訳ないです。インザニューワールドで一番最初のセリフをいただいたんですけれども、この場所でこのセリフを言うためにあのセリフをいただいたのかななんて昨日の夜考えてました。だから最後のご挨拶はこれでお別れしたいと思います。今まで大変お世話になりました。